すごい乗ってるやっぱり感じてた。感じますね、鎖国感。で、おまけにね、はい、これ、ローリングフローが、上がってるんだ。こういうふうにコントロールできるという、この腕の高さ、この4点。とんでもなく速いよ、これ。はい。やはりこれ、フランスの、フランス GTR ならではの要求システムということなんですね。で、真中君、はい、これ何が